まちゃん。沢鉄のギャグフットビーバーフットビーバーフット。イエーイ。鉄さん今左手にね、あのラジオの方はちょっとわからないかもしれないんですけれども、はい、YouTube の方は、はい、なんか四角いの持ってるなって思った方いらっしゃると思うんですけど。そうですね、今日はですね、はい、私が書いた本を持ってきました。おー、ついに著書を出したんですね、はい、そうです、ありがとうございます。ちょっと今日はじゃあその辺深掘りしていきましょうか。はい、ありがとうございますはい、はい、本日もサッカー好きで、サッカー好きの加藤壮子と、はい、川越でブライトンカフェというイタリアンカフェやってます、エビデツです。よろしくお願いします。お願いします。早速ですけれども、どんな本を出したんですか？ですね、スポーツで役立つ、はい、チームワークの教科書。おー、こう生かすチームビルディング。すごい力んでますね。はい、著書福富慎也あれあ、間違えた、もうバラしちゃった、耐えきれなくもうバラしちゃいました。てつさんの本じゃないですね。そうです、嘘つきました、すみません。はい、じゃあ本日のゲストさんをご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。東京電機大学理工学部の教員でサッカー部を指導しており、日本サッカー協会 S 級ライセンスコースでもある福富慎也さんです。どうも、こんにちは。もう今回3回目はい、もう同じですよね。準レギュラー、準レギュラー、準レギュラー、もう富さん、富さん、はい、富さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。前回は出演したのは10月です。あ、10月。はい、もうかれこれだいぶ前、半年以上経ってますね。9ヶ月ぐらいかな、はい、まあそうだね。今日来てくれたのは、はい、もう自分の本をただただ宣伝しようと。お、それ以外何もでもなく来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございま す。無言になろうかと思ってラジオ、いや、どうですか、ダメです。喋って喋って喋ってください、すいません。いや、ありがとうございます。でもチームワークの教科書って、これね、ラジオを聞いている方もそうですし、サッカー好きとしてはすごく気になる部分ですよね。教科書、強化する、教科書の強化と、教科書とこの強化でかけてるんです。あー、さすがですね。遊びがたまんなく説明しちゃいましたね。そうそう、自分から言っちゃった。いや、まあ前回の出演の時は、まあシニアのサッカーの、はい、まあ大会の、あ、まあそうですね、アドバイザーっていう形で出演したんですけども、うん、最初に出た時はチームビルディングの話をしてもらって、はい、その時はなんかまたその時の本を出したんだよ。あ、そうだった。ピッテリー、脱トップダウン思考。いやー、岡田武史推薦。あ、そうですね。そう、岡田さん推薦。はい。そうなんですよ。で、これすごく反響がありまして、はい、特にジュニアのコーチをやってる方から、まあなんかもう自分の知り合い、近い知り合いはもう信者のようになってるんですよ。信者、信者、富信者、富教、富教、富教に、いや、こういうことをやっぱ知りたくても知れない、機会がないと知れない、うん、そこでこう聞いた時にもう目から鱗が多かったらしくて、で、これはこっちの本、そっちの本で、はい、彼もその本を買ったり、はいはいはい、で今回の新しい、何冊目ですか？でも実は4冊目です。4冊目、はい、そうなんです。だから今日はですね、このチームワークの強化、強くする教科書の教科書何を言ってるんだ教科書、俺も途中からどうしようかと思ったんだけど、テキストとね、強化するための本を書けてね、そう、それをちょっといろいろ深掘りしながら番組を進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。富さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回このチームワークの教科書、うん、どういう形でこう出版に結びついたんですか？その一冊目が黄色と黒のカバーで、こう生かすチームビルディングっていう、2013年に出してたんだけど、2013年、もうだから9年前9年前、うん、
だけどそれがもうちょうど重版もして、はい、でそれがちょうどなくなるタイミングで、はい、もう一回重版するっていうよりはもう時代の変化もやっぱね10年経つとだいぶあるし、うん、残すものは残しつつ新たに、ね、変化した部分とかもっと最新のトピックとかを入れてこう重版ではない形でもう一冊どうですかっていうふうに出版社が言われて、うんはい、で残すものは残した前回のねその9年前の行為活賃金でそこに今風な例えば今回だったらいろんな活動を QR コードでそれ読み取れるの。おお、進化してるね。4章のところのさ、はい、メニュー集ってあるでしょ。ありますね、そこに QR コードない。ありますね。それをスマホで読み取るとじゃあ活動の様子が動画で見れるとか。おお、今っぽいでしょ。今っぽいことするね。そう、そういう感じでちょっとバージョンアップ。そうですね、こういうフープリレーとかそういう項目のところに。そう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 。すごい。でも福留さんあんまこういうの得意じゃないですよね。どういうの？デジタル？デジタル系。あ、私関係ないです。アナログですよね。私関係ないです。まあやってもらったらね。そうそうそう。そうなの。でこういうふうに進化してきて。そう。で、そこの動画のモデルにうちのその東京電機大学理工学部サッカー部の学生と、はい、前この番組にも出てるあの久米ちゃん。はい。あの川越のねジュニアユースの 1FC。はい。はい、1FC 川越の。うん。の、はい、ジュニアユースの選手たちを一応モデルに起用して、うん、だ中学生がやるとこんな雰囲気大学生がやるとこんな雰囲気っていうのがなんとなく動画で様子が、まあ、動画があるとまたより分かりやすいもんね。そうだけど文字だけじゃなくその本の中にちょっと僕の中でのジレンマを書いてんだけど、はい、動画を 見ちゃうともう指導者もそっちに引っ張られちゃう。うんうん、あこれが正解なのかなみたいにあたかもね、うん、だけどスポーツもそうだけどこう唯一絶対の正解なんかないのになんとなくそっちへ導いちゃうっていう時点で発想を乏しくしちゃうでしょ、うん、だから動画を出すっていうのはすごい抵抗があってで出版社ともちょっと話を散々して、うん、もうくどいようだけどあのコーチという職業はクリエイティブですごくアーティスティックな職業だから決して真似じゃなく目の前にいるこの選手たちの世界にこのチームでやってるのは世界に一つしかないからこれを参考にしていくらでもアレンジしてやってくださいね。だから人数とか目安の時間とかやり方とかいろいろマニュアルっぽく書いてあるけど絶対にそのままやんないでくださいっていうのは繰り返し書いてて、逆にいいですね。普通なんかこの通りやればあそうか正解だっていうなんか多い中説明書みたいなね、感じになるのが多いですけれども、あくまでももう参考だったり、うん、ちょっと力添えだったり、うんうん、そう、いやすごいですね。やっぱ進化して4冊目まで、うん、こうどうですかこの今回はもうチームビルディングに特化した感じですもんね。そう、特にスポーツのね、こっちの以前のこのね脱トップ男子校の方はビジネスとか ね学生でスポーツやってきた人が働き始めるときにこうスポーツで得たものをビジネスにどうやってこうねこう頭の中で変換装置をね持たせてやれるかとかっていうのもテーマだったけど今回も完全にスポーツチームに特化してって感じで、そうですね。本当前回脱トップダウンは多分経営してる方とかもすごく参考になるだろうし、うん、まあもちろんスポーツやってる方もそうですけど今回のこの本の中でもまあ第1章から第4章ですね、序章から始まりね、まあ序章からね、序章1234からありまして、まあ例えばですけど序章の中でもやっぱチームビルディングの捉え方だったりチームの定義、チームの定義、チームには役割が存在する、うん、そうね、いい選手を構成する要素、今初めて読んでるでしょ。そうですよ予習してないからね。いやもう先ほどまあ買わしてもらいました。まだちょっとお金払ってないですけどいいよ一応ね物だけ先に、そう先に物だけ、あとあれですね、2021年度インターハイ準優勝、あそうそう、米子北高校サッカー部での取り組み、そう詳しく書いてます。ちょっとここ深掘りしてもらってもいいですか。はいはいはい、それコラムで、はい、章と章の間に
コラムで3回その話が書いてあって、はい、あなるほど、ショートショーの間に3回にわたって書かれてますね、うん、そうコラムね、はい、で僕ね米子北は8月に結局インターハイあって準優勝できたんだけど、関わり始めたのは4月、もうその年の4月、5、6、7、8の4ヶ月しか関わってないけど、それでぐーっとチームがこう、なんかこう一体感を増して全国準優勝まで行った、その軌跡を全部4月から何を取り組んだのかってことが細かく書いてあって、へ1個目のコラムでは最初4月に行った時のこと、2回目のコラムではインターハイ直前の7月末に行って何を仕上げたか、仕上げをしたか、3回目はインターハイ期間中福井でやってたんだけど、福井のインターハイの中でどんな関わりをしたか、そんな構成でそうコラムを書いてます。すごいですね、このインターハイ準優勝っていうのはまずすごいじゃないですか。すごいですね、この年ですもんね、青森山田とね、そう決勝戦をやって、うん、そう劇的な、まあまあ、まさかのね、先制して、青森山田に先制してね、これいくかと思ったらもう後半ロスタイムに失点しちゃって、延長に入りスコア動かず、もう終わるもう終わる、ロスタイムなしって表示なのにもう1分過ぎてる、おかしいだろうって思ったら、うん、もうラストワンプレーのコーナーキックで入れられちゃって、うわ、なんか PK まで、もうみんな誰もがねちょっと PK を多分会場の人たちは想像してたんだけど、うん、まあ、やっぱり頂点取るっていうのは厳しいなと思って、これはやっぱり、福留富は、ね、チームビルディングが専門だから、この米子北高校さんからオファーがあった、あそうそうそう、うん、それはあと、ね、日本高校選抜っていうのがあって、選手権終わると結成する、はいはい、ありますね、うん、あれの監督を佐賀東高校の鴨原先生っていう人が監督やってて、コーチに米子北の中村慎吾先生が入ってて、で俺日本高校選抜にちょっとミーティングに呼ばれて、ホテルでミーティングしたりとかそういうのしてたら、その米子北の中村先生がこれすぐ取り入れたいと、でその高校選抜は2月3月か、選手権が終わった後の2月3月を中心に活動するんだけど、そこで出会ってもう次の4月にはもう呼ばれてたから、なるほど、取ったあっという間だ、で4、5、6、7、8と関わってっていう感じ。じゃあその高校先発でこうトミがいろんなことを言ってる中、うん、おおっとなって、そうそうそう、あこれ必要だって多分思ったんだろうね監督が。最初行った時のその米子北のそのトミが感じたものは何だったんですか。まあなんだろうな、やっぱり監督がやっぱり絶対っていうかね、やっぱ高校生だし、まあ、あの地域では名門だから、うん、そうね、名門だね、やっぱりみんな監督の何ていうかな、監督自身がトップダウンを発動したいかどうかはまた別として、選手たちがやっぱそう受け止めちゃうじゃん、うん、強豪校だし、だからどっかでもやもやしてたりとかね、出し切れてなかったりいろいろあるのかもしれないなとは思ったけど、だんだんその監督も当然、ね、僕のこの考え方に共感して呼んでくれてるから、浸透も早かったし、うん、であと 何よりね、やっぱ選手が勝ちたい気持ちが強くて、いろいろ質問に来てくれたりして、うーん、だからそういうので個別に悩んでることを解決できたりとかしてね、良かったと思います。うん、まあそれで4ヶ月携わってって、まあ見るからに徐々に変わってって、それはね、梶さんっていうコーチがいるんだけど、米子北に、はい、その人が言ってたんだけど、僕はね紅白戦が、そのコラムにも書いてるけど、紅白戦がとにかく一番大事っていうことをいつも言ってて、でなんでかって言ったら、身内に勝つことには価値がないじゃん、俺たちは外と戦うために身内で紅白戦やってるだけだから、 A が B に勝つなんてそんな予定調和なことをやってても実際強くならないわけよ。
だから紅白戦がこう世の中で一番厄介な相手っていう状況を常に作ろう。でなんでそれができるかって言ったら、対戦相手とね、 A チームが B チーム、 B チームが A チームのお互いのさ、メンバーの特徴を全部知ってるわけじゃん。あいつは左利きだ、こういうところに蹴る、足が速い、ヘディング強いとか全部知ってるじゃん。じゃあ逆に言えばそれ全部潰せるわけじゃん、準備して。だから本来は紅白戦って一番手こずる相手じゃなきゃいけないのに、確かに A がいつも B にすんなり勝ってて成長しないよと。じゃあどうするんですか、もう死ぬ気でお互いやるんだ、お互いの長所潰し合うんだ。そしたら外とやるときなんて本当に楽に感じるんじゃないかと。なんかそういうようなこともチームに働きかけた。確かに。やばい、授業始まってる。確かにですね。もう動画の人から俺うん言ってるからね。でもそうじゃない、苦しまされて価値があるじゃん。確かに、A が勝って当たり前ってどこかでね思ってしまいますけど、うん、でそのそうだ、さっき言った梶コーチが言ってたのは、米子北ってここ何年も A が B に、あ、 B が A に勝つとか C が B に勝つなんて今ここ数年は記憶にないと。今年は何度かあったと。そういうところが底上げされたいい、なんていうかな、一つの証明、事実としてね、それは嬉しかったなと思って。なるほど。まあこれ以上のあのことがやっぱ知りたければ、そうなの、ぜひそうなの、チームの教科書をご購入いただき、はい、見てもらったら、これだけで吸い込まれるよね、はい、このもうやったコラム、見たいよね。見たいですね。ね。で、さあちゃんもぜひ。欲しいです、うん、結構本当に欲しいです。どこに売ってますか、うんうん、町の本屋。いやいや、ポチ。あ、ポチか。アマゾン。あ、ポチ、うん。ポチで買います、ね。ポチで。アマゾンで買います。はい、やっぱ興味深いですね。でしょ、はい、チームワークって面白いのよ。ね、やっぱり。で、結局ね、B が必死に A を困らせようとやると、結局そっちの子たちも結果的に実力が上がって、で A とか B の結局最後は境がなくなって、誰が出てもとか、あの怪我しても選手層が厚いっていうチームが作れるでしょ。なるほど、確かに、うん、だからそういうチーム作りをやっぱり実践して、よかったなと思って。で途中で本にも書いてあるんだけど、背後のチームっていうキーワードがあって、背後のチーム、うん、あのそれこそこっちの本にも同じこと書いてあるんだけど、あの出られない人たち、例えば控え選手とか、例えば監督コーチとかで、背後のチームなの。主役のチームは11人じゃん、で出られない人たちが、背後のチームがどれだけ熱量を持ってるかで、そのチームが本当に結構ね、勝つか負けるか大きな違いで、試合に出れなかったらもうどうでもいいよって思ってる控えメンバーがいっぱいいるチームと、もう絶対勝ってって思って、なんか出られないのに自分ごとのように応援してるチームって違うでしょやっぱ。でその背後のチームの熱量を上げることがイコール一体感、一体感って言葉をやっぱ説明できる人ってあんまりいないんだけど、俺はもう本当に背後のチームがの熱量が上がってる、もう主役のチーム以上になんか熱量が上がってる状態を作れるかどうか、でそのポイントが紅白戦なの。なるほどね。 A とか B とか関係なくアドバイスし合って、でハーフタイムは相手チームにアドバイス行けって言って、すぐさ監督が集めて、紅白戦もさすぐ A の監督 B の監督がそれぞれ集めて、ああだこうだ指示言うでしょ、それやめてもいいと思ってて、対戦してる同士が一番何が嫌だったとかさ、何がやりやすかったとか分かってんじゃん、まず混ざれと。でまず対戦相手にアドバイスとか意見を求めに行こう。そしたら、いや前半あの守備すげえ厄介で全然攻めれなかったんだけど、俺たち何が工夫足りないって相手に聞けば、相手は答え知ってるわけじゃん、監督からアドバイスもらうよりよっぽど価値があるから。なるほど。そうやってアドバイスをしたり、俺たちこういう意図で攻めたんだけどって糸開きして、効果あった？いや全然感じなかったよって言うんだったら反省しなきゃいけないし、ってやっていくと A の人たちも B の人たちから貴重なアドバイスいっぱいもらって自分が成長してるっていう実感が湧くでしょ、で B も逆に俺のアドバイスあいつら実行してくれてるかなって気になるでしょ。
そうするとお互いすごい関心持ち合って一体感が出るの。なるほど。それが背後のチーム。背後のチーム、これキーワードですね。キーワードですね、うん、番組の終わりに出てくるんじゃないですか。背後のチーム、プレゼントやっちゃう。本当だよね。確かにこう強豪校とか見てるとこうベンチ外の選手たちも本当に戦っているように応援したりとかっていうのは、そういうのが裏にあるのかもしれないですよね。絆とかね、うん、いや序盤からこのもうまだ序盤、まだ序盤の序盤ですよ。20分もう講義始まりましたからね。いやでも今2個学びがすでにありましたね。ありましたね、すごいですね。まだこのコラムですからね、まだ、しかも、はい、チームワークの教科書も序章のコラムですから、すごいですね。じゃあこのコラムのね、他にも第1章チームのパフォーマンス曲線、チームの成長に必要な過程を理解する、いろいろこと書かれてますね、1から4。第2章コーチのマインド、コーチのマインド、そうね。例えばですけど、どういうことを説明されているかと言いますと、チームを統率する上でペナルティは有効か、興味深い。あの寝坊したら3回たまったら全員坊主とか、ね、昭和だね、昭和だね。え、ありますよ ね、 あとは怒鳴ることの効果、あんのかね、あるのか、どうでしょう、どうでしょうで、有名な監督もいらっしゃいますしね、あと例えばですね、教育かマネジメントか、あーここ難しいな。 あとは扱いづらい選手への教育的な対応、エビちゃんだってさ、そういう場面あるでしょ。ありますあります、いっぱいありますよ。コーチ経験もあるし、お店もやってるし、はい、そうやってなんかこうストレートに言うと、もうこいつへそ曲げたらめんどくさいんだよな。でも例えば優秀、そういう選手って優秀な子ほどへそ曲げたら厄介だったり不満分子になりやすかったりするでしょ。しますよ。でそういう時はどうやって対処してた。私はね、白か黒かもうその判断で、グレーは絶対出さないんで、でも言わなきゃいけないことを言うんですけども、そこに対して必ず、まあ簡単ですけど飴と鞭は必ず用意して、でもグレーの飴は絶対渡さないです。もうのどくろ飴か発火か。そうです、咳がおいそういう飴じゃないからね。黒か白かの飴、飴必ず。めっちゃ怒った後にってことですか。まあその優しくするじゃなくて、なぜこれを言わなきゃいけないのか、なぜ言わせたのか、そういうことか。それをちゃんと言った後でやっぱりいろんなケアだったり何かは必ず、でもグレーなことは絶対言わないです。例えばグレーっていうと、グレーっていうと、まあ例えばへそ曲がり、へそ曲がりな子に対してこれ言ったら完全にプンってなるなって子に言いたいことの 50% しか言わないようにはしないです。もう 100% 伝えます。だその 100% 伝えるんだけど、その伝え方に工夫をするように。そうだよね。そこが最初にさ、ちょっと言ったコーチという職業はクリエイティブでアーティスティックで、こう唯一絶対の正解がないじゃん。自分のこうフィロソフィーとかね、価値観はこうあっても、その出し方はさ、その相手に合わせて変えないといけないじゃん。いけないですね。そこをこの本に書いてある通りにやればうまくいくって思ったら大間違いでしょ。大間違い、目の前にいる選手っていうのはもうに、ね、世界中にこの選手しかいないわけだから。確かに。そこにちゃんと自分なりに合わせてこう変えてってもらいたいから、コピーはしないでねってことを繰り返し書いた。なるほど、うん、まあ、こういう感じでコーチのマインドだったり、これ第2章ですね。第3章はチーム作りのヒント。例えばですけど、はい、まあ、チームワークにもいろいろな種類がある。うわ、どんな種類があるのか知りてえな。あとはまあちょっとあれですね、プレシーズンの落とし穴。あ、プロのね、プロっぽい話ですね。海外とかまさに今ですね、プレシーズンキャンプの落とし穴、あとは J1 に定着した北海道コンサドーレ札幌。あ、確かに定着した、5、6シーズン目だもんね。
そうですね、エスカレータークラブってかつては ね、言われてましたけど、うん、あとはスター軍団ヴィッセル神戸でさえ苦戦するわけ。うわー、うわー、これタイムリー。そうね、まあ正直俺も分かんないんだけどなんで苦戦してんだろうってあー、こういうの好きだな。勝負の世界だからこそ知っておきたい負け方の重要性。重要性、これはでかい。うん、キャプテン適任者がいない、現代的な悩みでしょ。そうだね、これは多分、うん、本当トミが言った通り、いろんなコーチ監督やはすごく探したり、だからぐいぐい引っ張っていくような人が減ってるし、ね、で企業でも今管理職のなり手がいない、声をかけてならないかどうだって言っても、いや僕別にあの今のままでいいですとか、責任をあまり置いたくない、でそれで給料上がるんだぞって言われても、いや今のままでも困ってないですからって言って、あんまりこう積極的にね、こう責任を負いたがらないっていうのはなんとなく最近の風潮で、子供たちもぐいぐいね、こう引っ張っていけるタイプもいないし、やりたがらないっていう、うん、それってもうあれなんですかね、もう環境のせいなんですかね、かな、どうなんですかね、どうなんだろうな、いろんな要因があると思うんだけど、まあ、富はこ、あの、まあ、会社だったりそういう方にも講演とか、うん、企業の研修ね、企業研修をされてるんで、うんうん、だからそういう話も、知ってるんですよね、うん、いやこういう中やっぱちょっと深掘りしたいトピック、まあ、いっぱいあるんだけど、まあ、時間もあるんで、例えば怒鳴ることの効果、これ、ね、少年団とかの環境とかのコーチで多々見るシーンあるんですよ。あのこれは高校とかまた大学だったらちょっと違うかもしれないですけど、はい、少年のジュニアで、トミさんも最近、そうなんです、少年団で、そうなんです、なんとなんと少年団で土の中でサッカーやってるんですよ。でも正式にコーチをされてるってことですよね。一応一応そう、うん、ものすごい土日のスケジュールはね、大学のサッカー部もあったりね、自分もサッカーやったり J リーグの方行かなきゃいけなかったり、少年団もあったりで、スケジュールがすごい大変だから、まあ 100% 行けてるわけじゃないんですけど、まあまあ行ってて、昨日も行ってたし。ああそう、うん、そうで、怒鳴るって結構ね、まあ当然だけど簡単なんだよね、人を動かすのに立場や権力を使って怒鳴れば人は動くの簡単じゃん。だってコーチは、まあ普通の場合選手選考の権限を持ってるでしょ、うん、もうその権限を持ってる人が怒鳴るんだったらそれは言うこと聞くよ、でも納得はしてるかは別でしょ、うん、だからそこら辺が危険で、怒鳴られたらはいって言っとけば、この人このコーチは一旦落ち着くっていうのも子供だって分かってるから、うん、言われたらパーって動いて、はい、だからもうそんな調子だから子供からは信頼得られないでしょ、うん、この人とりあえず黙らすためにはもう従っとかなきゃ、うん、でコーチの方もやっぱり怒鳴るって効果あるなって思っちゃうわけよ、うん、でもお互いそんな調子だから信頼関係なんか絶対作れないし、怒鳴ることで納得してないのに動かすってことは、今言っても納得してないってことは見られてないときはやらないわけ、うん、手を抜く組織体質をどんどん作ってる、ね、うん、だから納得してれば見てなくたってやるわけ、うん、だけど納得してないってことはもう見てなきゃ手抜くし、あの監督もそれ分かってるから、あいつら俺が監視管理監督監視してないとすぐサボるからっつって、よりそのなんだろう、トップダウンの圧力を強めなきゃいけないって言って、もう悪循環でしかない。なるほどね、うん、確かにしばしば見かけるかもしれない、うん、信頼関係なんか気づけないでしょ、うん、でもやっぱり選手って、まあ、ちょっと言い方は極端だけど、二流の戦術でもね、もう納得してよっしゃこれで絶対結果出そうって心から納得してたら死ぬ気でやるでしょ、うん、でも一流、いくら一流の戦術でも何か納得してないとやっぱり本当に苦しい時間頑張れなかったり、迷いが生じたりしてね、プレーになんかこう迫力が出ない、だからやっぱりそれは子供も全く一緒だなと思って、うん、なんか少年団に行ってみて、そのコーチングとかで、うん、おっとっとっとって思う
ことある。あ、俺ね、そのとある試合の現場行って、どっかのチーム、どこのチームとか試合やってるかは知らなかったんだけど、その本にも書いてあって、ちょっと笑い話なんだけど、キックオフ始まる前 の、 その審判がね、キックオフの笛を吹くのを待ってて、まあシーンとしてるの、ピーって吹いた瞬間、ベンチからダラダラ何々しろ何々しろ何々しろって今までの静寂が何だったかで、まださ、キックオフのチョンしかしてないの、チョンしてかしかしてないのに、もう3人ぐらいに指示が飛んでるの。どんだけ自分の指導がに不安があるんだろうこの人だから。だって不安と自信のなさの表れでしょあれは、うん、だって練習でしっかりできてれば選手を信頼して試合を見守れるはずなのに、不安だらけだ、僕は全然伝わってる自信がないんです選手にっていうことを、うん、もうあからさまに言ってるような、そうそうそう、吹いた瞬間もう戦争の打てーみたいな、だらだらだらまだキックオフのチョンしかしてないのに、ちょっと想像したら結構笑えますね。確かにね、だから自分がね、こうなんていうか、本当にその、まあ、言い方悪いけどね、能力ない選手に全然伝わってないんですっていうことを露呈しちゃってるよね、うん、もうちょっとなんか選手に、じゃあ普段の練習をもっと選手にね、分かりやすく納得度高く伝えたらどうなんだろうと。特にね、やっぱ少年のサッカー見てると、クリアを内側にしたら必ず、クリアっていうか、その守備でゴール前で内側にパスしたら必ず怒られてる。外、わかるでしょ、わかる。あとどんな時も奪ったボール、まずサイドから攻めろって必ず言われる。でもその理由は何って考えると、真ん中ストーンって空いてるのに真ん中から攻めていいわけじゃん。だけど必ずサイドから攻めろって理由もなく言われてるから、選手たちはね、納得してないんだって分かったの。だからボールは奪ったらどこから攻めるのって聞くと、無条件にサイドからってみんな言う。だから考える材料がないんだよね。クリアはどこにするのとかね、奪ったら必ず外に、機械的になっちゃってて、理由も多分分かってない。奪ったボールさ、中で中央でつなげるんだったらその方が早いよ ね、で攻撃だってね、サイドに展開するのは中がね、相手の選手が多いからサイドに引き出さなきゃいけないわけじゃん。でもなんかそういう原則みたいなものとかを教わって、自分で、あ、今は中央行けるとか、あ、これは中央無理だからサイド攻めなきゃとか、そういう判断の要素じゃなく、なんていうか、それこそ擦り込みをされてるようなところって、だからそれ、怒鳴るってそういうことだよなと思って。あるあるあるですよこれね。だ、指導者がそれなんで外からじゃなきゃいけないんですかって問われた時に説明できるのかどうかだよね、うん、うん、そうだよね、まあ、そういうのはね、怒鳴るとか、なんか自分の中では 1+1 は2なんだけど、はい、けど 1+0.1+0.5+0.4 で2になるわけ、はい、確かに。そうだから 1+1 を2ってこう教えちゃうと、それしかできないから、ああ、ね、計算の仕方が、うん、もっと細かく実はできるんだよって、2にたどり答え出すのは、うん、っていうのは、まあ大事なんじゃないかなと思うね、うんうんうん、まあでもこれまたありますよ、どなる、この効果ぜひ知りたい人は、そうですね、チームワークの教科書ぜひこれずっと続けようこれあとありますね、このコーチのマインドでは、どこが気になりますか問いかけてやる気を引き出す、あ、これどういうことですか、ちょっとだけ、もうさ、問いかけて人の思考をかなり強制するの。例えば俺よく企業の研修でも言うんだけど、この商品例えばお届けしまして使っていただいてどうでしたっていう問いをで営業マンがするじゃん。そうすると当然だけど、どうでしたって言ったら、あれがちょっと不便だったなとかさ、いろんな答えが出てくる可能性があるけど、この商品でご満足いただいている点を一つだけでいいんで教えてくださいって言ったら、満足してる点かとか、ああ言われてみればあそこは良かったなとかさ、特に満足してる実感もなくても無理やり満足してることなんだっけって考えるじゃん、うん、だからそうやって問いかけ次第で
思考ってそっちに強制的に持ってくぐらい強いものなのね、問いかけって、うん、だからお前なんでできねえんだよって言ったら、できない理由を挙げるのよ当然で、なぜできないって聞かれたから、うん、でできない理由を言うと言い訳すんなって言って怒られるめちゃくちゃでしょでだからそういう意味では本当に問いかけ方一つでその人がポジティブにもなるし、どこにこう問いかけっていうのはどこにフォーカススポットライトを当てるかだから、今のシーン例えばどうやったらうまくいくと思うって言えば、今度逆にうまくいく方法を考えるし、うん、今そう営業マンもそうやって質問をね、の問いかけ方を変えれば相手からの答えも望む答えが引き出せるっていう、だから指導も絶対そういうの大事だよねって。問いかけ一つで考えざるを得ない、うん、とことをそうグッと引き寄せる、うん、もうかなりフォーカスグッとしたり、うん、今言った例えば良かった点、ご満足いただいている点を一つでいいんで教えてくださいって言われると、一つって言われるとなんか出せそうだなと思って考えるじゃん、うん、10個入れって言われたら無理だけどって、うん、だそういうちょっとした、ね、問いかけで、だから問いかけもやっぱ戦略的にできたらよりいいかもしれないと、うん、なるほどね、うん、確かに。例えばコーチが今言ったようにサイド攻撃の大事だって監督コーチが思ってるんだったら、じゃあ子供たちにサイド攻撃のメリットを3つ言ってくれって問いかけたら、多分3つ考えるじゃん、うん、そしたら変にコーチが言わなくたって、そうだそうだそうだ、もう君たちが言う通りだって言って言われてやるより、自分で気づいたことをやる方がやる気出るし。あ、そうだね。でもサイドサイドってなると今度良くない点も出てくるね、一つでいいから上げてくれって言ったらゴールを目指さなくなるって言うかもしれないじゃん、うん、じゃあそこだけは気をつけろよって言えば全部のミーティングが選手で完結するじゃん。なるほど。だから監督があんまりああだこうだ言うと押し付けられたになっちゃうけど、いかに自分で気づいたかにした方がいいよね。クローズドクエスチョンで、そう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 。すごいですね、うん、今俺メモ取りまくり。私メモしました。メモした、はい激安よこの本。税別で1500円。いいでしょ。出てくる。もうこれいろいろあるからいいでしょ。ね、いい ね、 ね。ヒントがいっぱいあるから。うん、いや、いっぱい聞きたいし、もう時間もねあるからね。あんのまだ。まだあんの？まだありますよ。もう終わりじゃないですよ。まだありますよ。第3章の方にもチーム作りのヒント。はい。やっぱこれは悩む人いっぱいいるじゃない、チーム作りっていうのは。例えばチームワークにもいろいろ種類がある。うん、なんだろうな、チームどういう分け方なのか気になりますね。うん、例えばさ、地域でゴミ拾いとか、あと例えばわーっとなんかゴミをこぼしちゃったとかは、一人でやるより3人でやった方が早い、4人でやった方が早いとか、地域のゴミ拾いもね、足し算なわけよ、うん、そういう足し算の、うん、純粋な足し算のチームワークもある、うん、あとは、まああんまりないタイプだけど、例えば日本野鳥の会みたいにさ、わーっと数数えてみんなで平均出した方がより正確に近づく、うん、みたいなタイプの平均で勝負するようなチームワークもあるかもしれない、うん、あとは登山に行くときは最後の人まで登りて、最後の人まで安全に降りてこなければ登山成功じゃないじゃん、そのチームは。だからそのパフォーマンスの一番低い人に基準が合わされるようなチームワークもある。なるほどなるほど、確かに、うんうん、あとは高校生クイズとかは3人組で誰か優秀な1人がピポーンって言って答え出せればもうそれでいいわけじゃん、うん、3人の中のパフォーマンス一番高い人に基準が合わされるようなチームワークもある。だけど例えばリレーのように、あの 4×100m リレー、陸上、今ね世界陸上やってるけど、うん、みたいに個では全然、例えば日本はメダルなかなか取れなくても、チームでだったら日本は今年ちょっと失格になっちゃったけど銀メダル取ったりもしてるわけじゃん、うん、そうですね、そういう個ではできないようなことをチームだったらできるっていう、その相乗効果とかシナジー生み出す。サッカーもそうだよね、うん、天皇杯でね、アマチュアがプロのチームに勝っちゃうみたいな、個人では絶対できないようなことをチームだったらできるっていうような、そういうね、なんていうのかな、相乗効果でやるチームワークもある、うん、
みたいなことがいっぱい書いて、そういう説明が。ああ、なるほど。確かにチームワークって一つじゃねえんだなって今知った。なんか今聞くと確かにって思うけど、パッと言われた時に浮かばないですよね。浮かばないね。それでその本に最後にちょっと書いてあるのが、同じ 4×のリレーでも陸上はバトンパスじゃん。だけど水泳の 4K ってさ、あの4人がさ 4A 法でつなぐでしょ、うん、あれって壁にタッチしないと次出れないから、基本的にはもう絶対足し算だと思う、うん、っていうことは個人が強い人チームが当然国が勝つってなりがちなんだけど、うん、例えばその北島康介選手がさ、うん、康介さんを手ぶらで返すわけにはいかないっていう、あの名言知ってる？知ってますよ、うん、メダルは取ってなかったんですよ、ね、そうそうそう、3大会連続でなんか2冠だっけ、うん、を目指してたんだっけ、なんかそういう状況で手ぶらで返すわけにはいかないって言って結束をすると、純粋な足し算になりがちな水泳のメドレーリレーでさえ、科学ではなんかちょっとサイエンスではちょっと説明がつかないような化学反応が起こって、やっぱりメダル取っちゃったからね、うん、だからそういうなんていうかな、やっぱりこの気持ちの面ってさ、ちょっと説明がつかないもの、科学では説明がつかないものもあるのかななんてことは書いてる。あ、面白いね、うん、深いですね。ちょっといろいろもっと深掘りしたいんですけども、でまだまだあるんですよ。プレシーズンの落とし穴とかちょっとだけ聞きたい。プレシーズンはもう簡単に言うと、プレシーズン調子いいチームはシーズン始まってガタガタ来ちゃう可能性がかなり多い事例として。気しかあるな、あ、うん、聞いたことあるし、よく見るな、そう、最近よく見るな。なんでかさ、プレシーズンはやっぱりこうチーム作りの過程で本来はうまく いかないところをあぶり出した方がいい時期、問題点はいっぱいあぶり出して修正してより精度高くシーズン迎えなきゃいけないのに、たまたま勝ってると、言い方悪いけどたまたま勝ってるとモヤモヤしてても、まあ勝ってんのになんかいろいろ言っても煙たがれるだけだかなとか、うん、なんか不満分子って思われたら嫌だなとか、なんかいい雰囲気なのに水差すのもなって言ってみんな言わない、うん、でも勝負事ってさ、まあ、俺たちも実感あると思うんだけど、こう手応えなくてもうまくいってなくてもなんか勝っちゃったりときってあるじゃん。ありますよ。そういう時に結局みんながそうやって本音を言わないプレシーズンを過ごしちゃうと、シーズンに入るとさ、当然だけど相手だってギアがグッと上がって本気モードになってくるし、そこで初めて負けてえってなってから、じゃあもう毎週リーグ戦あるから、根本的な修正っていうよりは枝葉のもう来週に向けて緊急のね手当てしかできなくなって、うん、本質的な修正が効かないまま終わっちゃうケースがあるよっていう。あ、うん、確かになんか、うん、プレシーズン調子良かったのに勝ててないとかありますよね、うんうん、あるある、結構そうなの。もう本当にね、シーズン始まっちゃうと根本的なことになんかねいかない、もうすぐ来週のこと、目先のことで応急処置ばっかり で、あとはそのプレシーズンからシーズンに始まる、プレシーズンって大体みんなフレッシュで、うん、怪我人もいないの、うん、だからいいのね、うん、けどシーズン始まると怪我がいっぱい出てきて、うん、不慣れなメンバーと組まなきゃいけないことも出てきて、よりチームワークが試される、うん、だけどずっとそのさっき偽りの平和でねプレシーズンを過ごしちゃうと、あいつと組んでうまくいかないとか、そういう問題もね、怪我が増えてくると、うん、もういっぱい出てくるよねと。出ました、偽りの平和。これまた影のチームと同じぐらい、背後のチームです。背後のチーム、背後のチームと偽りの平和、背後のチーム、偽りの平和、偽りの平和、富ワード出てきましたね。いやーすごい、これはちょっとタイムリーだから、まあ、ちょっとね関わりがあれかもしれないですけども、ビまあ、ビ、書いてあるんですよ、スター軍団ヴィッセル神戸でさえ苦戦するわけ。トミーはどこで関わったんだっけ、天皇杯優勝するシーズン、優勝したシーズン2019シーズン、19シーズン、うんうん、まあ、18から関わって
で19まで。そこも勝てなかったんだね、神戸が。そう、公式戦9連敗。わお、なんか今もそんな感じですけど、でも今ね、なんか一気に監督変わってね、なんか潮目も変わった雰囲気はある、うん、それは知らないですでもなんか結構あの方ですよね、暫定監督たくさんね、そうって感じで。吉田監督は今までだからチームがピンチの時にだから3回目だから。3回目、登壇がすごい、うん、一緒じゃないですか、クソミさんと同じような登壇する時は。そうなんです、チームが良くない時、ピンチの時ね。1回目監督やった時も確かポドルスキー、ルーカス・ポドルスキーが入ってきてしばらくして吉田さんが監督になって、うん、でポドルスキーをチームにフィットさせるようないいポジションを、最適解を見つけて浮上したみたいなのがあって、うん、まあ、今回もね、吉田監督になって結構今カップ戦も含めて結構4連勝か5連勝、うん、で負けなしが続いてるみたいな、まあ、あれかね、やっぱ外人監督から日本人監督に変わるっていうのはいいのかね。まあ、外国人監督で結果があまり残念ながら出てなかったロティーナ監督も含めて、うん、でそういう時にもしかしたら選手と監督がダイレクトでコミュニケーション取れないでしょ、うん、通訳を返したり。通訳返すって別に通訳さんの問題ではなく、やっぱりね、一手間があんの。やっぱり例えば監督さえ捕まれば話ができるのに、だけど通訳が例えばちょっといないってなると、もうそれで今ホットなこのタイミングを逃すわけじゃん、うん、そうするとまあいっかってなっちゃったりとか、うん、まあ、あとはあまりちょっと個人的なことで変な話、通訳さんにもあまり聞かれたくないって話があるとするじゃん、うん、でも絶対通訳を返さなければ監督にね、母国語で話せないからってなると、ちょっとこの話はやめとこうかなってなったりとかは。なるほど、ね、まあ、人間心理だからね、みんなあるでしょ、実際問題。そうだろうね、うんうん、だそういうのでやっぱりうまくいってないチームって、そうなるとよりコミュニケーションってこう、なんていうかな、リスクを伴うから、まあそれこそ偽りの平和ね、まあ今のままでもいいか、俺さえ我慢すればって、結局俺さえじゃなくてみんな我慢してるような状態が出来上がっちゃうことはあるよね。まあそれが日本人監督になったら急にさ、こう話がこう会話が回るようになったりとかで、一気になんかモヤモヤが晴れたりすることはあると思うね、実際。確かに、もしかしたらそういうところかもしれない ね、 今のヴィッセルの勝ってったっていうのは。確かに、なるほどね。でもずっとやるわけじゃないもんね、多分ね、吉田監督は ね、 まあまあそれは監督はいつかはね、必ず去るときは。そうだよね。いやさすがですよ、トミさん。トミさんの目力に負けましたよあとキャプテン適任者がいない、これ今現代気になりますね。そう、正直書いちゃったけど、うん、俺もよく分かんないんだよねおい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 、うん、なんかでもあのチーム、本当にこれはちょっと僕の以前同じ悩みのね持ち主だから、俺もあの電気大学理工学部のサッカー部でもやっぱりこうグイグイ引っ張っていける人の先頭に立ってなんか責任を負うことを厭わないみたいなタイプがどんどん減ってるのは事実。うーんとか代によっていないとかね、今年はいないとか、うん、ここ2年続けていないとか、そういうことってやっぱあるから。でもやっぱりキャプテンっていなきゃいけないのかな、作らなきゃいけないのかなとか、そんなことかさえも自問自答して、うん、いなくても別にね、そんな誰かが決めた勝手な役割であってなくてもいいのかなとかね。でとある時、なんでみんなこのキャプテン嫌なんだろうなとかね、適任って思わないんだろうなと思った時に、合宿で夜だったかなミーティングでキャプテンに、このミーティングでキャプテンを決めようっていう時があった。うん、キャプテンに必要な要素って一体どんな要素だろう、どんな人物像だろうって言ってみんなに書き出してもらって、僕がホワイトボードに書き出した、まあ、そうすると例えば責任感があるとか、誰とでも話せるとか、正義感が強いとか、なんかこう率先して自分から動けるとか、いろんな項目が出てくるのね。ほんほんほんって、まあまあ大体想像してた通りのシナリオにね、チームが進んだんだけど、じゃあさ、ここにこんなに書き上げた10も20もあるこの項目さ、これ監督だけ、あ、
間違えた、キャプテンだけがに求められる要素なんですかねって聞くと、いやそれってよく考えたらみんな必要じゃん、うん、それをさキャプテンに必要、キャプテンにそれをさ過剰に求めるからちょっと重荷になっちゃうだけで、なるほど、誰とでも喋れるとかさ率先してさいろんな行動を起こすとか模範的な行動するのそんなの誰もがやった方がいいことなんじゃんってことを確認して、でキャプテンに本当に求められることって何って言ったら、チームが例えば 1-0 リード、残り5分、攻めて終わるのか守って終わるのかがチームがさちょっとこう曖昧になってる時に一声、最後は、ね、きちんとみんなで守備で硬い守備でしのごうとかさっていう決断、もう自分たちだけでは決められないことをキャプテンが引き受けて決断する時はもしかしたらあるかもしれないけど、それ以外ってなくないと、みんなこれ一人一人がやるべきことをキャプテンにちょっと委ねちゃってるからキャプテン嫌なんじゃない、じゃあ今日ここでキャプテンやる人には絶対に過剰なね責任を負わさない、みんなでここに書き上げたことをみんなで必ず分け合う、俺たちみんながやるっていう約束のもと投票でキャプテンを決めようと、うん、そしたらだからそいつを孤立させんなよと、こんな過剰な要求すんじゃねえぞと、みんなでやるんだ、そうすればまあね少しプレッシャーを取り除いてあげられるんじゃないかと思って、うん、そうやって決めた年もあった。あ、なるほどね、これはねパクって使うわ。だけどね、エリちゃんね本で書いたけどあんまうまくいかなかった。だけどそういうもんなの、そういうもんなの。そうだね、そう、この逆にこの生の声があって、そうにあんまり結局最後どっかでキャプテンが悩んじゃって重荷にはなってたの事実、それは事実、うん、ただ本にも書いてんだけど、この本が正解でもないし、なんか僕が言ってることが全然正解でもなく、俺もね日々その自分のチームで試行錯誤して10回のうちの 7-8 回はなんか思ったようにはやっぱいかなかったなって、甘かったなとかねって学ばされる側で、キャプテンの決め方って毎年同じでいいわけがないのよ、毎年毎年選手のね違うしね、そうだから去年は3人の立候補者を出してみんなに、俺がキャプテンになったらこういうことをやりたいっていうプレゼンっていうかね公約じゃないけどやってもらって、でみんなで投票して決めたの、うん、そしたらその年は抜群にハマったの。コロナ明けでチームがちょっとさ一体感を失って、なんか伝統としてつながってたものが1年半ぐらいちょっと途絶えちゃったから、みんなで強いリーダー、なんかこうみんなでちゃんと決めてこの人に託したいって思うようなねリーダーをちゃんとみんなで決めないとちょっと難しいかなと思って、その年は立候補公約投票ってやったら去年はうまくいった。ほんといろんな年があって勉強してます。そうだ、もう毎年毎年 ね、 そうですよね、こういう例えば高校とか大学とか中学もそうですけども、ジュニアチームもそうだけども、毎回そういう風に試行錯誤しながら、だから選手からはなんで俺たちの代だけ立候補投票なんですか、嫌、うん、だと言われたけど、いや去年今までそんなことやったことないじゃないですか、そうなのよと。でもこんな状況、コロナでね1年半もストップしてて、この状況も初めてでしょ、だからチームもさやること変えなきゃいけないと俺は思ってて、って言ってちゃんと対話して、まあ半分不満に思ったかもしれないけどやってもらって、結果チームは過去にないぐらいいい成績を出してくれたの。なるほどね、本当にこっちもね本当に勉強させてもらっててありがたい。逆にそういうね、これを読んだ人は一つのきっかけだったり、うんうん、ああいうものをしてもらってね、でもこれがトミが言うように決して正解じゃなくていろんな考え方があるっていうことで、うんうんうん、ああもう時間がなくなってくる。そうなんですよ、あともう3分クッキングギリギリできるかなぐらいの時間です。てれ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 、いやー3分で残念。いやまあいろいろね、でも全体の今まだ
5% ぐらいしかね。 5% もいってるかいってないか。この目次で言うと本当に5分の1ぐらいぐらいしか拾えてないので、本当にね、全体で言うと10分の1ぐらいですかね。まあ、そうですね、今第1章から序章から第1第2第3ってきて、第4章がチームワーク強化メニュー集ということで、さっきもあの QR コードが載ってた、でいろんな、ね、チームワークを強化するメニューも載ってますんで、このチームワークっていうのはこういうスポーツだったり、まあ、企業もそうですけども、常についてくるものですね。ついてくる話で、やっぱそこにはこうね、コーチで一人で悩んでる方もいるかもしれない。そういう時はやっぱこういう本でやっぱりヒントだったり自信とかつけてもらってね、やってもらえれば本当にいいかなと思います。さあ、コーチって戦術の本読みたがるでしょ、技術とか、あ、戦術す大好き大好き大好き、読みます読みます。だけどそれってある意味理論武装じゃん。理論で選手を説得する、でも人がね行動を起こすときって理論で納得することはもちろん、あとは感情面でよし、このやり方うまくいきそうだ、ワクワクしてきたっていう両方の OK をこう取り付けないと、人っていいパフォーマンス発揮しないから、どうしても理屈でこうだからこうだからこうでこうじゃん、確かにそれは分かるんだけど、なんかってあるじゃん人間って。全然だ、そこのなんかっていうしっくりこないとか、なんかやろうって気持ちが高まらないと、いい戦術が意味をなさないから、やり方は戦術、あり方はチームビルディングみたいな、チームワークみたいなことをちゃんと両輪っていうかね、両天秤でやっていかないと、いいチームはなかなかできないから。うわ、今最後に言い放ってったね。いい名言出ましたね、今ね。出た。なんて言ったかちょっと忘れた。俺も言ったことがあります。あり方はチームビルディング、やり方は戦術。そうそうそう。あ素晴らしい。やり方はいつかね、レベルが上がるとね、通用しなくなる。対戦相手がレベルが上がると、なるほど。でもあり方、チームワークはどんな時も貫けない、その違いが大きい。素晴らしい。もうあれだよね、いつもトミが来ると、受講してる生徒みたいなやつが、まあ、受講してる、いや本当にあれなっちゃうんだよ。なんかね、トミのそういう講演だったり何かっていうのは何かを見れば分かるのかな。なんだっけ、ツイッターとフェイスブックは生きてます。生きてるよね。生きてます。生きてる生きてるけども発信はしてない。いや、時々してます。時々してます。そういうオープンでやる、なんかそういうのがあったらツイッターとなんか紹介します。多分出版記念の何かそういうのきっとこれからイベントあると思うんで。あ、なるほど。そういう時はリスナーの方もぜひ人見深夜を探してください。ぜひ、はい、ツイッターとかね、フェイスブックでぜひ、はい。いや、お時間来たんですけど、もう短いですね、ためになる話を。いやちょっとね、これ続き聞きたいですね。はい、もうこれはぜひチームワークの教科書、著書福富慎也を、ネットで探してもらって、はい、クリック一つ、そしてまた2つ、3つ、4つ、ぜひやってくれればいいかなと思います。はい、はい、ということで本日のゲストは福富慎也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴゴフトーゴゴフトー。はい、ありがとうございます。この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言、各種登記などお悩みを解決します。川越の竹内司法書士事務所のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。